明日から1泊2日の旅行に行ってきます。パッキングの動画を撮ったのでぜひご覧ください。今回の旅行は1泊2日なので、こちらのいつも使っているポーターのリュックと手持ちのバッグで、こちらのトートバッグで行こうと思っています。これはお風呂セットです。中身はこんな感じです。これが夜と次の日の朝に使うスキンケア系で、スキンケアは使い捨てのものを持っていきます。これがマスクで、これは乾燥とかしたらこのクリームを塗ろうと思っているやつで、歯磨きと、これはミジャンセンのセラム、髪の毛に使うやつ、シャンプーとトリートメント、これはボディークリーム用に使おうと思ってニベアで、ここの中に髪の毛をもし縛ることがあった時のゴムと、前髪を留めるピンを入れています。これには着替え系を入れています。巾着に入れてるんですけど、これが下着で、これが次の日に着る服で、これが靴下とかハンカチとかを入れています。ホテルの中で移動するにもこういった小さいカバンがあったら便利かなと思って、これにまとめて、こんな感じです。続いてはガジェット系です。これがアンカーの充電器で、ここに入ってるのはカメラの SD カードで、これは iPhone の充電のコードです。これは化粧ポーチです。中身はこんな感じです。日焼け止め、これは下地、ファンデーション、ティント、アイシャドウ、チーク、ブラシ、ピューラー、ヘアマスカラ、眉毛、これはアイライナーですね。最低限にまとめました。最近、これが、ピントが合わないよ、ピントが、色持ちが良くて気に入ってます。ムード読めない。お次はこちら、中身は薬、サロンパス、くし、ヘアワック、これはもともとクリームが入ってた容器なんですけど、使い切ってきれいに洗って大きさがちょうど良かったので、ここにワックスを詰めていきます。これは指輪とか外したらここに入れておこうと思って、この容器を持っていきます。まだまだ暑いので、サラサラパウダーシートとワキシューも持っていきます。マスクです。マスクとこっちに北海道が入ってます。
コバッグと洗濯するものを入れる何でも袋を持っていきます。リュックの中身はこんな感じです。リュックに入れていきます。手持ちのサブバッグの中身も紹介します。はい、サブバッグの中には今使っているカメラといつものポーチ、お財布、キーケースとパスモが入っているやつと、あとはこれはスタンプノートなんですけど、よく駅とかに置いてあるスタンプを押すノートです。まだそんなに集まっていないので、旅先でスタンプ台を見つけたらここにスタンプを押して思い出を作ろうと思います。ここにハンカチとティッシュを入れています。こんな感じです。はい、パッキングができました。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行ってきます。さようなら。